おはようございます、兄弟姉妹の皆さん。今日のモーニングディボーションはイザヤの37章です。メッセンジャーはバルク先生です。はい、ここに立ってメッセージをすることができる特権を感謝しています。ジョシュア先生がもうすぐ枝教会に私を派遣します。本当に愛されていることを感じます。はい、この御言葉はとても特別なものを感じます。個人的にも特別なものを感じます。昨日の朝ジョシュア先生が言ったのですが、イスラエルのために祈りましょうと昨日言ってました。なぜなら戦争の話をしていましたからね。今日の朝もうみんなも知ってると思うんですが、はい、18万5000という数字、はい、18万5000という数字、もう一晩でもう敵のアッシリアの陣営が18万5000に 一夜のうちにして全滅したという今日の記述がありますが、この歴史はイスラエル人が何度も何度も振り返る歴史であります。昨日ジョシュア先生が言ってましたね。この当時この時代、また1967年6日戦争の時ですけど、今日は5月の8日ですか、はい、5月の10日ですね。1967年の もうドキュメンタリーや映画などでこういう歴史的な出来事は見るんですが、今日は聖書の記述を読みながら歴史を見ることができます。あ、とても感慨深いです。6月の8日か、6日戦争がちょうど1967年に行われていた時期がちょうど今なんですよ。イスラエルの空軍がたった半日でもう周辺の国々、特にエジプトの空軍を絶滅させた、そういうことがありました。いや、ものすごいですね。しかしもうまさに軍事的な奇跡ですよ。もう説明のしようがない奇跡です。たった半日で、もうたったの3日間でイスラエルの陸軍はシナイ半島を全部制覇してしまいました。もうスエズ運河までエジプト軍を押し返したんですよ。そしてその時もちょうど18万人のエジプト軍がシナイ半島にいたんです。ちょうど18万人なんです。で、東側ではイスラエル軍がヨルダン軍を押し返しました。そう、そのような歴史で、そういう歴史も踏まえて今日の18万5000という数字を考えてみたいと思います。この6日戦争の中で死んだエジプト人の中にはクリスチャンもいっぱいいたと言われていますが、どうでしょうか。神様は歴史の神様です。神様が歴史もすべてコントロールしておられる方です。はい、今日の御言葉を読んでみましょう。今日のタイトルですが、はい、非常にストレートなタイトルをつけます。もうとてもはっきりしているので、はい、21節ですけど、21節、あなたがアッシリアの子セナキリブについて私に祈ったから、あなたが祈ったから、はい、イスラエルの神主はこう言う。神様は語られました。そして行動もしました。言われたことをしっかりやってくれました。あなたが私に祈ったから、イエス、主があなたを救われる、はい、ストレートです。シンプルです。同じ、はい、今年ジョシュア先生がヨホシュア2022年というビジョンを語りました。今年の抱負として、はい、21節22節神様はっきりと私はあなたを救うと言われます。
最初の段落は1節から7節です。ヒゼキヤ王が攻撃されるという知らせを聞いたときに彼はショックを受けます。そして彼は神様の前に祈ってイザヤから答えを得ます。14節で2回目に祈ります。ここで最初の祈りは何だったんでしょうか。自分の国が攻撃される、もうちょっと脅威だと言われた時から荒布を着て主の宮に登りました。彼は家来たちを、預言者イザヤのもとに使者を使わして祈ってくださいと頼みます。そしてヒゼキヤですが、まず最初は信仰による祈りではなかった。4節、あなたの神主がと書いてあるんですよ。4節ではもうイザヤの祈りを求めてます。でまだまだ恐れがあって、いやまだこんな感じです。しかし彼には助けが必要だというのをよく認めています。そして彼はヒゼキヤが使わした家来たちに語ります。恐れてはならないと。私は彼が、自分の国に引き上げるように仕向けると。そこで私は彼を剣で倒す。ヒゼキヤが神様から聞いた最初の知らせでした。最初のメッセージです。イザヤが、エルサレム攻撃されるという知らせを受けたとき、彼はこう予言します。アッシリアは引き返すぞと。そのすぐ後に、アッシリアの王はクシュの軍隊が出てくるという知らせを聞いて、そこでちょっと引き上げるんですよ。このクシという国はナイル川のかなり南の方にある、そういう国です。結構遠いんです。でエジプトをこのクシの国が支配していたんです。クシの王がユダ王国が助けを求めに来ると予想して動いていたんです。しかしイザヤ言いましたね、エジプトに頼るなと。アッシリアの王は、いやお前もエジプトの国とかお前の神とか頼るなよと、助けに来ないぞと、そういう脅しの手紙を起こします。でヒゼキヤはこの手紙を受け取ります。そしてこの今回はヒゼキヤはもっと真剣な態度になります。今回はだから主の宮に登っていきます。主の家に入って、その主の前にこの手紙を広げて、もう主のアーリーの御座の前で祈るんです。もう感情がいっぱいになっています。このように祈ります。万軍の主よと、ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ耳を傾けて聞いてください。主よ耳を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉をみんな聞いてください。
そして祈り続けます。20節で我らの神主よと。ヒゼキヤ王はもう行き詰まってるようでした。神様はもう誰に頼っていいかわからない状態なんですよと。でそして彼に乗ります。アッシリアの王の手から救ってくださいと。そしたら全世界の国々はあなただけが主であることを知るでしょう。随分と、はいはい、彼は視点が広がっているんです。ストレスも軽減されたんです。いろいろ問題はあったはずです。大きな問題も小さな問題もいろいろあったはずなんですよ。なんでこの御言葉について個人的にこんなに思い入れがあるかというと、私がもうすぐ派遣されるからです。もうすぐ戦いに行くからです。長州とはあまり簡単な場所じゃないから、これがよく分かってるからです。もう戦いに行くからです。特にこういう霊的な、はい、霊的な、はい、戦いについては激しい場所です。皆さんいつでも長州島へお越しください。私自身 もう最近よく長州島にかと行ったり来たりします。そこに行くともすぐ違いが分かるんです。いや神様の前にもっと祈らないといけないんですよ。ある朝ですね、まだズームでディボーションやってた時、屋根の上で、はい、屋上でディボーションやってた時なんですけど、 いくらかその時なんか写真撮ったんですね。わしが、はい、頭上を舞っているのを私撮りました。4月頃です、はい、これがあのわしが飛んでいる写真です。長州とは小さな島です。しかし上空を見ると、いや空が本当に広いんです。でその朝ディボーションの準備をしている時、見上げてみると、いくらか写真を撮ってました。はい、わしが上空を待っていたんです。ところが写真撮ろうとしたら、はい、パッて消えちゃったんです。もう写真撮ろうとカメラに手をかけて振り返ると、ああもう向こう側に飛んでいってしまったんです。いやー、なんでここにわしがいるんだろうという感じですね。最初は空の写真を撮ろうとしてたんですけど、空の写真を撮ろうとしたらわしがやってきて、で今度わしを撮ろうとそっちにカメラ向けたら今度はわしがいなくて、でやっと、はい、この一枚を撮れました。もうこれ私じゃなくて神様が撮らせてくれたものです。1週間後同じ空ですよ、はい、この写真をもう一度お見せします。はい、わしが頭上を飛んでいる写真と雲の写真です。これはディボーションのすぐ後に撮った写真です。祈りの間撮った写真です。これもほんの、はい、ほんの数秒の間に撮ったものです。もう太陽が頭上にあった時です。でも雲がちょっと空を隠したその瞬間ですね、まるで翼のような雲ですね。神様が私を見守っておられる、それがよく分かった瞬間でした。聖霊様はわしのように私の周りを飛んでいるんだと、あ、私も恐れがいっぱいあって、あ、神様がちゃんと見てるっていう印が欲しい、それがないとまだまだ怖いんだという、私もそういう人間です。神様はちゃんと祈りを聞いてくれました。こういうふうにわしを使わせてくれました。このように目を見させてくださいました。そう、この写真を見ると、いや、雲がまるでわしの翼のような形をしてるんですよ。とても特別な写真です、ね、2枚目には本当のわしが実際に上空を飛んでいますね。神様はわしだけじゃなくて、さらにわしの翼の形をした雲の写真までくださいました。
このように目に見える印を与えてくださいました。祈っているときに、もう聖書を読んで私と妻がいくらかのことについて祈っているときだったんですが、もう上を見上げているときと下を見ているときは全然違うというのがよく分かりました。長州とは小さな島です。いろいろ 人口も逆小さいのに多いので、いろいろ複雑ですけど、でも空は広い。こういう写真をいっぱい撮りました。鳥とか鳥の巣とか大空とか、いつの日か、はい、とてもいい写真をいくつかお見せしますよ。これは、はい、すみません、携帯のカメラで撮ったので。そうです、神様が天と地を作られた方です。もっと多くの人たちに知ってほしい、主なる神様が。そうです、ヒゼキヤ王が求めていたのはこういうものなんです、印です。そして神様はヒゼキヤに答えられます。はい、21節から、はい、35節。神様は預言者イザヤにはっきりと語るんです。どのように神様がこういうことからを見ているかをです。まず21節にこう書いてあります。イザヤの神主はこう言われる、あなたがシリア王セナキレブについて私に祈ったから。こういうふうに訳すことができます。あなたがアシリアの王について私に祈ったからである。ヒゼキヤは非常に細かくピンポイントに祈りました。私も神様祈るときにピンポイントに祈ることができます。そのときに神様はこのように彼に答えてくれました。答え方なんですけど、詩編のような詩のような予言を与えてくださったんです。主はセナキリブ王に対して、セナキリブに敵対する言葉を与えてくれました。で、読み続けると分かります。あなたは神をバカにしたから、もうお前もバカにされるぞと、もうお前もそうなるぞと、もうお前は今までいろんなことやっていると思ってるだろ、もうなんかこれもやったあれも成し遂げたと思い込んでる。そしてお前はいろんなところを征服して、もうそのことを誇っている。でも分かってるのかと、26節で、私はもう大昔からもうそれ以上のことをやってきたんだぞと。18節、お前が座るのも出ていくのもお前が入るのももう全部見ている、私は知っている、私に向かって生きり立つのも、もうお前が私に向かって生きり立つのも私は分かってる、それが私の耳に届いた、そしてお前を元来た道に連れ戻すと、もうお前が私の民をこんな暴力的に扱ったから、もうそれを、この暴力をお前の頭上に返す、ユダの人々にこんなことをしたお前に対して、もう非常にはっきりとした反応を神様が示してくれました。非常にはっきりとしてます。30節、あなたへの印がこうである、今年は落ち穂から生えたものを食べる、2年目はそれから生えたものを食べる、3年目は種をまいて刈り入れる。そう、それから生えたものって2年目に書いてありますけど、耕す必要もないんですよ。もう時間ないから、戦争で畑耕す暇もなかったから。しかしそれでも作物が育って、あなたはそれを食べて生き残ることができる。神様があなたのために備えてくださるという意味です。万軍の神、主の熱心がこれを成し遂げる。ここで神様が言われることですが、もうダイレクトに言ってます。これを必ず起こすと。もうアッシリア、はい、35節、アッシリアの王はここに来れないと。
私がこの都を守る、これを救う、私のために、私のしもべダビデのために。そうです、守り救われるのです、もうはっきりとです。私たちはどのように神様に祈るでしょうか。神様が歴史の中で何度も私に語ります、6日戦争の時もそうでした。この2700年前のセネアキリブとの戦争においてもそうです。今日も私たちは恐れを感じるような戦いに遭います。しかし神様が私にも私たちにもこう言ってくれます。彼のために、ダビデのために、神自身のため、ダビデのために、この都を守ってこれを救う。主が私たちの父なる神です。36から38、これが、はい、私みんなが知っている結末です。はい、はい、一夜にして18万5000人が死にました。アッシリアの陣営は全滅します。この御言葉は第二列王記にも同じことが書いてあります。まあ、一字一句全部同じなんですよ。第二列王記に同じことが書いてあるんです。神様が一人の使いを使わしたと。そしてアシアの将軍も兵士もみんな殺した。まあ、第二列王記には人数は書いてないんですけど、全滅したとだけ書いてあります。たった一日でセナキリボーは逃げていったんです。でセナキリボーはなんかすぐ死んだかのように書いてあるんですけど、20年後なんですね。実はこれって20年経ったんですけど、やっぱり神様の裁きはセナキリブのように実現してしまいます。彼自身が実は謀反を起こして前の王を蹴落として王になった人です。彼自身が自分の父親を殺して王になった人物です。しかしここに書いてありますが、この同じ呪いが繰り返されております。神様は歴史の神様です。セナケリブは自分の息子たちに殺されます。そして結局息子が代わって王になってしまいます。この歴史を見てみますと、まあ、私自身にとって非常に大きな励ましです。私は6月の12日に派遣されます。なんか戦いに派遣される、そういう感じです。皆さん、6日戦争は6月10日に終わったんですよ。勝利の凱旋記念のようなものですね。私は、はい、平安な気持ちで戦場に赴きます、はい、戦場に足を踏み入れるとき、神様をもっと知るときに、もっと神様の御心を知るときに、そして主が私たちのために戦ってくださると知るとき、神様が昨日も今日もいつまでも同じであることを知ります。はい、聖霊様が今日も必要です。聖霊様に導いていただく必要があります。今からやってくるこの道においても、ジョシュア先生が神様について生き続ける中で、これは旅路ですね。私が初めて611教会に来た時、この教会の歴史にものすごく私は興味がありました。
もう様々な六自治教会の出版物、もう本や歴史にかんの記述に関しても私は関わりを持つことができました。このリバイバルの歴史について記録するだけじゃなくてその一部になることができました。まあ、自分はただの平社員だというように見てみましたが、マイク取ってステージの上に立つのも怖かったんですけど、今日はこのように立っております。もう全部神様の恵みにおります。ついていくという思いが私たちにあるとき、神様は必ず守ってくださいます、救ってくださいます。非常にダイレクトです。とてもシンプルです。神様がこう言いたいんだなと今日こう感じます。皆さん立ってください。アメン。この日は主が作られた日です。神の子供たちを喜べ。はい、立ち主を礼拝しましょう。主よ、あなたが敵に勝利を収められました。喜びの声を上げましょう。
ハレルヤ。主に感謝を捧げましょう。主は昔、今でも将来私たちを助けてくださる神です。主は続いて私たちの人生の中に奇跡を行われる神です。兄弟姉妹の皆さん、2人ずつペアアップして、神はどのようにあなたの人生に救ってくださった、助けてくださった、そのことについてシェアしましょう。主に感謝を捧げましょう。じゃあ2人目シェアしてください。主は私たちの人生に行ったことを何度素晴らしいでしょう。あなたの奇跡は何度美しいでしょう。主は私たちここにいるみんなはあなたがお選びになったものです。私たちに対しての愛感謝します。私たちは小さいものですけれども、塵のようなものですけれども、あなたは奇跡を行った。私たち祈るときに主は聞いてくださった。私たち祈るときに主が私たち守って救ってくださった。皆さん立ってください。主を褒めたたえましょう。主よ、この歌は私たちの祈りです。皆さん立ってください。主を褒めたたえましょう。主賛美します。私たち人生に
崩しいことを行ったことを本当に感謝します。あなたは素晴らしい神です。私たち人生に奇跡を行ったことを感謝します。兄弟姉妹の皆さん、私たちの中で今困難を体験している人、あなたの家族は今病気の中で、あるいは経済の中の困難、人間関係の困難の中にいる兄弟姉妹、皆さん聖書を出してください。15節から20節の間に、ヒデキヤ王はたくさん奇跡を体験した神です。彼は主に祈ると、主が15年の命を伸びてくださいました。彼は主に祈ると、主が死者を送って18万5000人もの敵も殺してしまいました。私たちもヒデキヤ王のように神に祈りましょう。主よ、あなたは天地を作られた神です。私たちは15節から20節を通して主に祈りましょう。二十節、私たちの神よ、私たちの神主よ、私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば私たちの困難、私たちの病気、私たちの負債から主よ救ってください。すべての攻撃から救ってください。神の手、神の御手、神の御手は救われる御手です。主、救われる御手は私たちの前にあります。主、私たちの神、主よ、今私たちから私たちをすべての病気、すべての困難、すべて懲らしめ、すべての罵りから部族から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。主が、主だけが王であることを私たち知るように、主、あなたの救いを私たち待っています。私たちのあなたの御手を待っています。主はなら必ず救いを行ってくださいます。
主、私たちあなたを信じます。あなたは奇跡を行われる方です。あなたにはできないことはありません。私の心を固く信じます。私の口をあなたを褒めたたえます。主が支配されることを。35節、私はこの都を守って、これを救う。私のために、私のしもべダビデのために。エルサレムのために私たち祈りましょう。そして私たち自分の町長州のリバイバルのために祈りましょう。皆さん手を挙げてください。私たちエルサレムの王と主なる神と共に立つように祈りましょう。主は言われました。私はこの都を守って、これを救う。私のために、私のしもべダビデのために。55年前に主はエルサレムを 守りました。エルサレムを修復しました。同じように今日主もエルサレムを守ります。私たち手を挙げると、私たちはエルサレムと共に立ちます。エルサレムにある主の御座とともに、御座の前に立ちます。エルサレムは今非常に不安定な状況です。政治的に不安定です。周りの国もいろんな動きがあります。経済的にも難しい。旅行関係も今できてない状況です。エルサレムの貧しい人たち、主あなたは救われる神です。ユダヤ人のために、彼のアラバの人たちのが 主を知るために、彼らは主がイエス様がミサヤであることを知るために、私たち祈りましょう。主あなたを選びなった民を選んでくだ救ってください。あなたご自分のために、あなたのしもべダビデのために救ってください。その都を守って救ってください。彼らを救ってください。あなたが約束したように、エルサレムからの残りのものが、シオンの山から逃れのものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。主よ、道らエルサレムも守ってください。ミサヤの信者たちも立ち上がってください。福音を神の民に伝えるように、彼らに救いを与えるように守ってください。私たち皆立ってますけれども、55年前の奇跡私たち覚えます。今日あなたも奇跡を行われます。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。次は長州の島にこれから福祉される予定の韋建牧師と
韦川、韦川夫婦ですね、出てきてください。主は昔から今まで私たちにの中におられる神です。皆さん手を挙げて彼らのために祈りましょう。長子のために手を挙げて祈りましょう。そして私たち自分の町のためにも祈りましょう。香港にいても、あなたは他の町にいても祈っていきましょう。まず長子をのために祈りましょう。長子は聖霊様を歓迎します。長子は主なる神を歓迎します。今日の聖書に書いているように、偶像は何も動けません。偶像は石から木から作ったものです。偶像は彼らを助けることできません。主なる神しか彼らの救いです。皆さん手を挙げてください。祈りましょう。デボラ先生にの祈りをお願いします。主よ、調子に行く予定、牧師先生そして兄弟姉妹のために祈ります。主よ、それは彼ら行くのはあなたの召しです。ウィチェン先生のウィッション、主が全て成し遂げられますように。イエス様の御名によって、長子の民は主に立ち返ることを宣言します。長子の暗い闇、暗い力、完全に倒れるように守ってください。人々は長子に入ると立ち返る、あなたに立ち返る。人々はそこに偶像礼拝行かないように守ってください。そこにはいよいよたくさんの年月偶像礼拝したんですけれども、彼らは必ずイエス様に立ち返るようにします。イエス様の名によってお祈りします。アメン。そして私たち自分の町のために祈りましょう。主は必ず私たちの町を救ってくださいます。台湾人は台湾のために祈ってください。台湾のコロナ状況は非常にひどい状況です。特に台南は、牧師先生も感染されました。そして結婚する予定の兄弟姉妹も感染してしまったそうです。彼らのために祈りましょう。主よ、台湾のためにあなたに祈ります。台湾のコロナ状況はどんどんひどくなります。毎日8万人感染されました。主よ、台湾を憐れんでください。台湾を見守ってください。台湾人の渡河を許してください。彼らの心の中の罪、表面に出てくる罪すべて許してください。主よ、子供たち、お年寄りの方を見守ってください。彼らは私たちを愛するものです。神戸が台湾から断ち切るように守ってください。台湾の先生たちも守ってください。コロナは台湾の土地から完全に過ぎ去るように守ってください。主よ、あなたを救うとき、あなたに祈るときに、あなたは天におられる、天に座しておられる神です。必ず台湾を守ってくださる。感謝します。主よ、私たちあなたの御前に恐れながら香港のために祈ります。香港のコロナ状況は良くなるけれども、私たちの心は傲慢しません。私たちはヒゼキヤ王のように
へり下ってあなたの御前に祈ります。香港を救ってください。香港はあなたの救う町です。救うの出口です。香港は人々の酒どころです。香港から命生えていくように、香港を守ってください。香港を立ち上がってください。イエス様の名によってお祈りします。アメン。祝福を受け取りましょう。今日の御言葉には、あなたが私に祈ったから、あなたは主に何を求めるんですか。経済の状況、家族の死を受け入れること、あるいは人間関係のこと、あなたは主に祈ったもの、主の御名によって祝福します。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。万軍の主の熱心が必ずこれを成し遂げる。主の使者が陣営に出ていて18万5千人を撃ち殺した。あなたも、あなたがヒデキヤ王のように宮に登ってくると、主は必ず使者を使わして、あなた人生のできないもの、できない出来、使者を送ってその暗闇を撃ち殺します。あなた祈るときに奇跡はあなたのために行われます。